やっぱプテラなんかよりもめっちゃいいな。なんか言うなよ。ふざけた桟橋が見えてきたぞ。ほんとや。もうできてる。休憩小屋が。もういた？いるお母さん。よっしゃ、行くぞ。あ、逃げてった、逃げてった。もうすごいことになってるぞ。倒した、倒した、倒した、倒した。ブルードマザーの旗。いくよ。おー、スピード感がすごい。置いてきぼりになってたさ、レックスちゃんたちを回収しよう。あと、このまだ。あれ、僕足ひれまだつけてたわ、ずーっと。あれなんで鉄装備に足ひれ？ラスボスの時に置いてきぼりになってた。ここに、ね、ティラの。ワイバーンもいるんですよ。え、ワイバーンもいんの？アイスワイバーン47だと思う。あ、じゃあ連れてこうよ。あと、お情けで連れてきたポイズンワイバーンレベル8。あ、ほんと。じゃあ出そう出そう。いくよ。うん。うわぁ、あ、アイスワイパンダ、懐かしい。じゃあ、クイズも出すよ。うん、出して。よし、現れたな。一度、会場拠点に戻ろう。このサドルのついてる230と、この189と、267を連れていこうか。とりあえず、強いやつだけ連れていこう。この辺行ったら重たくなってるぞ。ワイパンも逃げ出したからな。じゃあ、みんな待っててね。また迎えに来るから。乗り換えよう。覚えてたらまた迎えに来るからね。やっぱプテラなんかよりもめっちゃいいな。なんか言うなよ。やっぱりワイバーンいいな。乗り心地最高やな。レベル上がるの遅い。悩んでんのかポイズン。伸び悩んで。めっちゃ先輩ずらするやん。伸び悩みが悩みか。アイス先輩に。あ、アイス先輩スタミナ切れ。アイス先輩そんなこと言うてるから。ちょっとレベル上がった。おー、はい。ああ、どうした？迷って。酸素量なんかあげちゃった。うわ、最悪や。ワイパーンが一番いらんやつじゃん。お、見えてきた。漁師の小屋が見えてきたんだ。どれどれ？そしてなんか、ほんとや。ふざけた桟橋が見えてきたんだ。ほんとや。よし。さあ、準備でもするか。ビッグマザーを倒しに行くんだよね。家に触れてくれや。お、できてる。休憩小屋が。どうぞ。すげえ、休憩小屋ができてる。グラムさん。今回頑張ってみたんじゃない？そう、頑張った？うん、いつもなんか屋根がないやん。うん、そうそうそう、屋根頑張って。でも今回、あ、でも屋根ちょっとだけ開いてる。そうなんだよ、ちょっとね、ミスちゃったんだよね。いいいい、まあご愛嬌ということで。いいよ、ここから外の、ほら、うん、そうそう、景色が見えるから。なんか気に入ってるやん。さて、準備はできた。本当かよ。行くか。できたかよ。できたよ。2体、そっち2体だろ。うん、4体いれば大丈夫だろう。なんかもらえるんじゃなかったっけな。もらえると思うよ。レッドウッドだよね。レッドウッド。ここからほら、下に行けば、こっち方面だ。そうだそうだ。クモの巣がいっぱい張ってる場所。うん。違う？この辺やったな、確か。そうね。こういう感じだったね。うん、こんな感じ。で、ここにワイバーン置いて、うん、大事なワイバーンを置いといて。特別扱い。いや、クモの巣めっちゃ張ってるぞ。見て。コウモリいるぞ。あれ？いた？もういた？いるお母さん。もういた？え、なんか、怒り声が聞こえるぞ。聞こえるよね、お母さん。怒らしたん？知らんよ。上から見てるだけだよ。あ、びっくりした。いる。いるな。あ、コウモリ来たよ。コウモリ来た。コウモリ来た、コウモリ来た。どうなってる、どうなってる。もう倒した？アイスワイパーが倒してる。また怒り声が聞こえる。え、なんか5本5本言ってるで。コウモリのせいか。毒ってるぞ。犯された。毒に。やられてる。もうどっか行ったぞ。もし上がってくる？怖。マジかよ。奥に逃げたとか？前に逃げされた。あ、私もゲホゲホ言ってる。あ、やばい。毒に犯された。やばいやろ。感染症になってる。ちょっとジェネシスでもこの症状見たぞ。ちょっとお母さんを探しに行こう。コロナや、コロナ。コロナや、コーって。ここ行った？お母。あ、いたわ。ここに隠れてただけだわ。やっぱりワイバーンを隠して、ティラノで行こう。じゃ、ここに。今置いとこう。ここに道があんね。いいな。ちゃんと道あるじゃん。あるだろう。うん。うわ。ああ、いる、見えてる。いる。ちょっと出す、もう出す。やばい。牛詰めはやばいから一匹だけにしようか。うん。いけるかな、これ一匹で。やっぱりもう一匹出すわ。うん。こっち、あ、こっちの方が強いんだ。こっちを攻撃的にしてついてこさせよう。で、僕はこっちの高レベルを。オッケーオッケーオッケー。どうしたどうしたどうした、もう来た、もう来た、もう来た、発見された。来てる来てる来てる。よっしゃ、行くぞ。あ、逃げてった逃げてった。ちょっと待って、挟まった。レックス何が挟まった。とりあえず僕もう行くで。
死ぬか、これ死ぬかもしれん。ちょっと待って、さっき行っちゃダメだよ、私まだ行けないよ。いや、グラムさんが挟まってるとは思わへんかったからさ、頑張れ頑張れ、よし頑張れ。おーし、4匹で、4匹で頑張ればなんとかいけるやろ。4匹で頑張れ。ちょっとすごいスクラム組んでるぞ。え、フランさん189ティラム、なんか何も攻撃してないぞ、うん、私の方だ。どうしたどうした、みんなほら積極的に攻撃だ、いけんじゃないこれ、勝てんじゃない、逃げてるなこれ、逃げる。そうか、ほらみんなでガブガブいくぞ、最後は一斉の出てかぶね。抜け隠したあかんで、みんな行くよ、いっせーので、まだか。まだや、あ、もうちょっとじゃない、もうちょっと、ほら、もうちょっとだ、もうちょっとだ、行くぞ、いっせーのでやぞ。追い詰めてる、なんかこういう追い詰めてる。コウモリも誰も助けに来ない、白状だな、本当だ、白状なやつらだ。もうすごいことになってるぞ。逃げてる、逃げてる、ちょっと僕も挟まってる。挟まってる、もうめくちゃになってる。あ、上に逃げた、スクラム、スクラム、クモの巣張られてるよ。わわわわわわ、毒ってる毒ってる毒ってる、もうちょっとだぞみんな、勝てそうな感じだなこれ、うん、どう考えても僕ら勝つやろ。ちょっと体力がどんだけ残ってるかが知りたいな。あ、逃げてく逃げてく、追いかけろみんな、追いかけろ、逃がすな、あ、挟まってるぞみんな、ちょっと追いつけない。みんなちょっとみんな、あの、この毒にやられると一旦引くか。攻撃されてる、ダメだこいつら、全身しか知らないやつらだ。怖っ、ここに人が眉にされてる。本当や、怖すぎる。あ、倒した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 、やった、あっけなくあっけなく終わった。で、誰かいいのもらった、あ、なんかあるぞ、ブルードマザーの旗、ブルードマザー討伐の証、私ももらったわ、旗旗、それだけ、うん、レックスたちはなんかもらってる、え、なんか設計図もらったぞ、え、マジで、何、フラフォだよ、プレシオサウルスのフラフォだって。じゃあそれだわ、それだわ、うん、それだわ。もっといいものもらえると思ったけど、そうでもないんだね。みんななんか食い散らかしてる。あ、ちょっと待て待て、はいはい、並んで並んで、はいはい、気をつけてね、もう要はね、帰るぞ。いや、楽しかったなぁ、やっぱり4体もレックスがいたら勝てるんだなぁね。じゃあ、あの海辺の拠点にさ、うん、モーターボート作らへん、作ろう作ろう、すっごい近くにブルードマーザーいるから、また倒しに来よう。で、旗をつけよう。ほら、見て、旗。一緒に並べようよ。いいね。この反対側に並べたら、ほら、また来た。これ、サメ漁網で捕まえられへんかな。絶対無理や。いやー、無理だわ。旋盤から取ったしね。出すわ。行くよ。おー、出た出た。早く乗って。出発しよう。起動。行くよー、はーい。おー、進んだ、早い早い、お、遠ざかっていく、イケスがイケスが遠ざかっていく、はい、こちらになります、地下釣り場はこちらになります。魚影ある、どうですか魚影は、全然見えません、透明度ゼロです、クソ汚いですね。じゃあもうちょっと先に、あ、またメガロドン、メガロドンが食べてる、もう鳥つかまへんかな、魚網で引き殺せんと、鳥がいるってことは小魚いるんじゃない、あ、いるんじゃない、どう、ダメか、ダメやった、ダメだな、いや、深いんだよ、そうか、せっかくモーターボート作ったのに、あ、これは思い出の、こっち来て、何何、思い出の第一拠点、どこあった、ほら。一番最初に建てた第一拠点、本当だ、何が入ってる、クソみたいな、何にも入ってない、中途半端やな、ここから始まったんやで、バルゲロ、漁網を持って帰ってまいりました。今じゃモーターボート乗り回してます、魚が一匹も捕まえられません。じゃあね、第一拠点バイバイ、乗ってみる、運転、向かってる、うん、スピード感がすごい、疾走感がすごいな、あ、うん、ちょっと違うんじゃない、あー、見えた見えた見えた、うん、お、帰ってきたぞ、着岸着岸、めっちゃうまい。プロ級の着岸や。めっちゃうまい。すごい、めっちゃうまい。いや、いいね、ブルードマザー。うん、こっち側にも立てる。お、いいんじゃない、うん。討伐者の証か。